はい、グダナミ鳥の裏レビュー。はい、まあなんか最近さ、こういつも同じ場所から始めるとさ、こうこのレビューは何の回だったかっていうのはさ、こう頭から見てもわかんねえんだよね。まあこれをの編集してる俺もわかんねえから、まあ皆さんわかんねえと思うんだけど、はい、今日はね、こちらの、ホンダグロム、こちらの裏レビュー、まあ気になるところなんかをね、中心に、まあ話していきてえなと思うんだけども、このバイクじゃあネガな部分はどんぐらいあるかっていうと、やっぱり結構あるよね。うん、結構あるんだよ。だってさ、しょうがないじゃん、このサイズにして作ってんだから。それは当然さ、そのね、大きいサイズのものと同じものを求めたって、無理ですそれは無理だよ、無理なんだから、その俺が気になる部分っていうのはあるんだけど、まあそれはまあ言わざるを得ないと思うんだよね、気になった部分ということで。それはね、このバイクに求めても仕方ない部分で、でさらに言うならば、このバイクはそういう部分を切ったことによってね、得たものっていうのは、ものすごいものがあるっていうことだけはね、この裏レビューを始める前に、俺は言っておきてえなと、まあ改めて思いました。うん、まあ正直言います、欲しいです。はい、本当に欲しい。KSR 手放してね、今日久しぶりにまたこのグロムを乗ったわけなんだけど、マジで欲しいです。はい、ただもう増やせない。はい、ということでね、いつもオートバイを借りてきてはね、そのオートバイの、まあ、気になったところをぐじぐじというおじさんです。はい、こんにちは、グダナミです。はい、ということで、まあ表レビューを今撮ってきた後なんだけどね、はい、これからこの、まあ、グロムの、まあ、気になる点っていうところをね、いくつか喋っていきたいなというふうに思います。はい、まあ、表でも言ったんだけど、ただそれはね、このオートバイに求めるところじゃねえんじゃねえのと、いうご意見がありましたらですね、はい、ごもっともです。はい、その通り。ただ、それを知った上でね、やはり、こう言って、おかなきゃいけねえなって、思いますので、まあ、あえてね、裏レビューも取らせていただきてえなというふうに思った次第でございます。はい。まあ、ですのでね、非常にこう、お耳障りの、悪い、話になるかもしれませんけども、まあ、どうかグロム、オーナーの方はね、許してやってください。はい。まずそうですね、これはまあ、基本的に、表レビューでも言ったんだけども、まず、やはり、ちょっと、得意なポジション。うん、若干前のめりっていうか、つんのめりっていうか、うん、まあ、これにはおそらく理由があるんじゃねえかということで、まあ、表レビューでも言ってきたんだけども、やっぱりね、この、なんていうかな、姿勢は、ちょっと慣れんのかな、これ。ちょっと疑問ですね。はい、若干こうシートがね、前にこう、なんていうのかな、滑り台みたいにね、下ってるっていうか、そういう印象を受ける。実際そうじゃないんだよ。そうじゃないんだけど、座って、運転するとね、そういう風な感覚になるっていうのかな。まあこれマダスも全く同じ感じだったんだけど、そういう感触ですね。で、それから、乗り味の中でね、特にこう乗り心地っていうのかな。それがね、やはりね、ちょっと硬すぎるよね。はい。もう、なんていうのかな、こう、あまりこういうガタガタ道みたいなところを走るとね、こう、まあ、空耳みたいなじいさんはね、心臓にこう振動が来すぎて、もう、動悸がします。それはオーバーだけど、そのぐらいね、本当に、こう、ガッチガチなんだよね。そこはね、もうちょっと、これから改善の余地があるのかもしれねえとは思いますけれども、そこもね、なぜそうなってるのかっていうのは、俺なんとなく想像だけどね、表で言ってきたので、まあこれ仕方ねえのかなというふうに思いますけれども、まあただね、それにしてもちょっと硬えよな、これ。もうさ、なんていうのかな、こう、体がね、ブル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 震えます。地面の、まあそのまま振動を受けて。で、それからね、椅子。はい、シートですね、まあ、これはやはり、いろんなところで、酷評をされていたんですけれども、空波のなんていうのかな、個人的な感想を言わせてもらうと、全く問題なし。
これね、どうだろうな、うーん、俺から言わせてもらうと、前回乗ったレブルとか、それとかその前に乗った、ジクサー SF の方がシートは俺は、ケツが、痛くなると思う、うん、このグロムのシートは、硬いんだけど、確かに硬いんだけどケツは痛くならない、うん、まあどうだろうな、その着座位置、そのシートの面、広さ、それとあと皆さんのお尻の形、まあ、これの相性っていうのもあるんだとは思うんだけども、まあ、確かに硬いんですよ。で確かに硬いんだけども、空波的には全くケツが痛くなる予兆がありません、まあ、ここまで今3時間ぐらいほぼほぼ、座りっぱなんだけども、お尻の、ね、一部にこうズーンとくるような重みみたいなものさえないから、これは俺はほとんど1日丸1日またがっていても、多分大丈夫なやつです、はい、ですので、ここはね個人差かと思いますね、まあ、ですので、言ってしまえばね、こうオフ車の比較的ガチガチな硬いシートでいいのかな、で、慣れた方とか乗ったことのある人っていうのはおそらくこのシートでケツが痛くなるってことはないかなって思いますね、はい、逆に、俺のバイクでいうとそのエストレアのね、レトロシートみたいにふっかふかのちょっとソファーみたいなああいうなんていうのかな、シートに座り慣れちゃってる人は、これに長時間座るとって、思うのかもしれないですね、うん、まあそこはちょっとここは何とも言えないけど、俺的にはねそんなに、評判ほど悪くはない、うん、です。で、あとはね、ちょっと俺これ気になったのは、なんていうのかな、この原に、とか、こう原付二種みたいなオートバイって、こうアクセルの、こうなんていうのかな、この、こうひねった時のね、スロットルひねった時の、重さってあるじゃないですか。うん、これが、比較的こう軽いっていう印象があるんだけど、このグロムは、なんか重たいよね、これ。これこんなもんなんだろうか。そうだな、やっぱり俺の持ってるオートバイの中では、比較的大型に属するようなオートバイと思えるようなぐらい、ちょっとこうスロットルが感触が重いんですよね。でさらに、その何ていうのかな、こう例えばこう、まあ、スロットルをね握ってる手をパッと離した時なんかに、こうスロットルが戻ってきますよね。でその何ていうのかな、引き戻しっていうのかな、それもねなんか強いんですよでこれなんで、でこれね結構そこを考えるとこう疲れるんですよね。で俺はそのなんていうんだっけ、このスロットルのところにこうなんか器具つけますよね。あ、なんだったっけ、スロットルなんちゃら俺つけないんで名前忘れちゃったけど、はい、ああいうのをね、つけてる方は、まあそんなに気にならないのかもしれないんですけど、こうつけずに常にこうスロットルを握って操作するタイプの人は、これちょっと疲れやすいかなっていうふうには、ちょっと思いましたね。乗って走ってるっていう感覚があまりなくて、なんて言ったらいいのかな、こう一輪車じゃないけどこう前が何もないっていうのもあるんだけど、俺自身が走ってるみたいな、わかる？これこう俺自身がこう足で走ってるみたいな、そんなこう乗車感覚なんですよ。細い、今ちょっとこう今走ってるような、道よりもね、まあ、さらに細いような道みたいな、こうところをねく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 ね曲がって、走っていくっていうのが、まあ、本当に楽しいバイクなんだけど、うん、でそういう風なところを走るバイクだから、こうどうしてもね、こういう風にちっちゃく作ってあるっていうことは、先ほど言ったようなね、こう、まあ、サスの乗り心地とか、うん、まあ、そういう部分を犠牲にしてるというところはね、まあ、仕方ねえんだろうとは思います。まあそれとあとやっぱり積載かな、このドバイにとっては。うん、まあそうですね、やはり、こう後ろにね、まあキャリアをつけて、ボックスをつけるとしても、まあ、小さいボックスだったらね、まあ、見た目的にもそんなに、おかしくないかなとは思うんだけども、やはりこうサイドバックとかつけられるわけではないので、ある程度はこう常にバックパックのようなものをね、背負って乗らないと、きついかなっていう気もするし、仮にこう大きな、まあ、ボックスのようなものを作ってしまうとね、上り坂のワインディングのような場所ではね、まあ、ことによってはちょっと前輪のね、荷重が抜けてしまうんじゃないかなと
というようなちょっと不安もあります。はい、で、積載というところはやはり、ここは仕方ないかなというふうに思います。ホンダのこういうバイクにしては、タイヤがね、これおそらく新車なんですよ。2020年型の新車だと思うんですけれども、ですので今履いてるタイヤっていうのはおそらく純正タイヤなんじゃないかなと思うんですよ。違うんですかね。何か誰かのどなたかのお話だと IRC を履いているっていうような、情報もね、事前にちょっと読んだんですけども、今この空波がね乗ってるグロムが履いてるタイヤは、タイ王国製のなんだっけな、B ラバーって書いてあったかな、なんかそんなようなわけのわからない、タイヤなんですけれども、このタイヤは、なんかやっぱりちょっと滑りますね滑りました。ここに来るまでの間に、青山高原の、まあ、旧道ですね、はい、旧道の方を走って登ってきたわけなんですけれども、やはりあのちょっと路面が、濡れていたり、落ち葉が落ちてるような、感じのところとか、まあ、砂利がね若干浮いてるような、路面なんです、うん、で、そこを走ってきた時に、2回ほどちょっと、まあ、空波もね普段、こう他のバイクで、走ってる時よりもこのちっちゃいねこういうミニサイズのバイクだったので楽しかったので、ちょっとねあの遊んで、いた感はあると思います普段よりは、ですけれども、やはり普段そうですね、あそこの道で、滑ったっていう記憶はあまりないんですけれども、この、まあ、今回履いてるね、タイヤは2度ほど、ちょっとあの後輪がずるっと行きましたね、うん、なので、そうですね、初めから履いてるタイヤのグリップという点ではやはり若干こう問題はあるのかなというふうに思います。まあ、空波だったらグロムもこのバイクを買ってこのタイヤがついてたら、そうですね、タイヤはもしかしたら、初めに変えるかもしれねえなというふうに思いました。昔ね、高校生時代の頃とかね、まあ、原付 50cc のスクーター、ツーストのね、スクーターみんな乗ってましたけど、まあ、俺の友達もね、そういう連中がみんな乗ってたのはね、だいたいヤマハで言うと、ジョグだったんですよ、ね、あの名車、超名車のジョグね、はい、ジョグに乗ってました、まあ、ただ、ジョグはね本当に良かった、素晴らしかったです、はい、早いし、うん、まあ、比較的こうバイパスみたいなところ走っても安定してるし、うん、良かったんですけど、そんな中でもやっぱり空波が選んだオートバイっていうのはジョグじゃなくてチャンプでした、はい、前輪8インチだったかな、8の後ろが10だったかな、はい、やはりねその、ちっちゃいタイヤ、からくるですね、本当になんていうのかな、あのトリッキーなハンドリングっていうか、面白さだよね、走る面白さ、曲がる面白さ、これはね、本当にこういったバイクじゃないと味わえない、そんな楽しさを持ってますので、このオートバイはね本当に売れるっていうことが、よくわかりますし、でさらに言うならば、KSR にも空波は乗っておりましたけれども、KSR110 に比べると、比較的こう高速の巡航での安定性っていうのかな、まあ、あの車体の剛性というか安定性というか、すごくしっかりしていて、ある程度の、まあ、比較的高速の巡航でも、まあ、車体が安心して、うん、まあ、挙動も落ち着いているという点でも非常に優れておりますので、まあ、そういった部分を、まあ、担保するためにこの乗り味乗り心地になって固めのね、いるということであれば、そこも含めてですね、やはりここは、ホンダさんにね、まあ、文句も言ってきましたけども、ここは脱帽せざるを得ない部分なのかなというふうなのがですね、ここまで、空波が、今日乗ってきた、まあ、正直な感想かなというふうに思います、うん、本当になんていうのかな、設計段階で、ミリ単位のね調整が繰り返されて、いるんじゃないかなという意味ではね、そういうなんていうのかな、努力の跡っていうのかな、うん、まあ、あのラーメンとかでもそうでしょう、あの料理とかでもそうじゃないですか、そう違うあのあんまり美味しくないけど、このラーメンすごくなんか今悩んで考えて、これからものすごく一皮むけたら爆発するんじゃないかなっていうラーメン屋さんとかね、それはたまにあるんですけどね、うん、まあ本当にね、そうすごく悩んでる過渡にあるっていうのが、乗っててね如実に分かるんですよ、うん、ただ、その過渡期にある、うん、まあ
まだね、バイクだとしたとしてもね、このバイクは、本当に、素晴らしく楽しい、うん、まあその楽しさだけはね、こうやって今回デビューをさせていただいたことによって表裏とね合わせて皆さんに、ぜひぜひ、伝わればいいなというふうに改めて、思えるような、バイクだったです。はいはい、ということでね、今日もこのグロムの、裏レビューということで、まあグロムの気になった点なんかをこう話していったわけなんだけども、まあさすがのホンダとしか言えねえねこれは、うん、まあ俺川崎の KSR にも乗ったけども、やっぱりこう機械としてのこう完成度的には、うん、まあいろいろその乗り心地とかねそういう点もあるんだけど、総合力で見るとねやっぱりグロムが一番、うんですね。まああと川崎の Z125 もね、今度機会があればぜひね乗ってみてえなって改めて、思いました。はい、どうもありがとうございました。